資金に向けてまだまだ準備が山積みですね。離島をよく訪れる商会の役員も招いた方がいいでしょうか。ええ、少なくとも招待状を送る必要はあるかと。ん？あ、あなたでしたか、シャブ行様。わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということは、何か重要な用事でも？いえ、ちょうど式の話をしていたようですね。今日はそのことで来たんです。神里家を代表してお祝いに参りました。現在柊木千里様のご都合はいかがでしょう。お嬢様なら客人の応対中です。いつ終わるかは分かりかねますが。神里様、それに使用人の方々もどうぞ中でお待ちください。お茶を準備します。オイラたちは使用人なんかじゃないぞ。おっと、このお二人は私の友人です。イヒヒ、そんなに気を使わなくてもいいんだぞ。友人だなんて。あなた方のお手を煩わせるつもりはありません。私たちは近くを散歩でもしていましょう。大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません。柊木様のお手が空いたらお声掛けください。とんでもございません。柊木家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいている私たちにとっても喜ばしい出来事。このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです。時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し、皆が参加できるようにします。ええ、素晴らしい心がけです。では私たちはこれで失礼させていただきます。はい、お気をつけて。なんかいろいろと話した割には内容が空っぽだった気がするな。これだから私は社交辞令や世辞が嫌いなんです。都合が悪いのであれば仕方ありません。ここへ来る途中屋台を見つけたので、そこで時間を潰しましょう。そこの店主は友樹のことだったのか。あ、また会ったね君たち。毎回とんでもない大物を連れてるね。おや、こちらの店主ともお知り合いなのですか。おう、前に稲妻城で将軍様と友樹のところで団子牛乳を飲んだんだ。なるほど、推薦したのはあなたたちでしたか。団子牛乳の話は耳にしていましたが、まさかあなたたちが絡んでいたとは思いませんでした。私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんです。いつも新しい味に出会わせてくれます。ちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので立ち寄ってみようと思ったのです。神里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り、僕の創作料理を食べてみたいという人も増えてきました。そして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと自信を持てるようになったんです。より多くの人に僕の料理を食べてもらいたい、お客さんに創作の楽しさを感じてほしいと今はただただそう思っています。今回もいろいろと悩んだ末に新しい飲み物の発売に踏み切りました。それは興味深い。どんな飲み物でしょう。お客さんに選択を委ねるんです。自由に食材を選んでいただき、それを牛乳やお茶に入れて飲み物を作ります。団子だけでなく餅、紅芋団子、黒糖、夕暮れの実など豊富に取り揃えています。それ全部牛乳に入れて大丈夫なものなのか。想像がつかないけど意外と美味しかったりして。ここに置いていない食材も選んでいいのでしょうか。それはそうですね、問題ありません。もし何かいい食材を思いつきましたらぜひ申し付けてください。すぐに買ってまいりますので。
もともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです。僕が用意した食材に固執する必要はありません。それはよかった。ちょうど気になる食材がありまして、スミレウリ、海藻、それから海類種なのですが。そんなの牛乳に入れるのかよ。そうですが、何かいけなかったでしょうか。いやいや、それで美味しくなるのか。大切なのは過程であって、味は二の次。未知の経験ができるのです。なんとも素晴らしいことではありませんか。いかがです、旅人さんは何か思いつきましたか。うんうん、やっぱり団子が無難だよな。おや、そのような何の変哲もない注文でいいのですか。では団子牛乳を2杯、スミレウリ入り牛乳を1杯お願いします。かしこまりました。すぐに用意しますので少々お待ちを。さあどうぞお召し上がりください。慣れてくると団子牛乳って意外と美味しく感じるんだな。お前のスミレウリ入り牛乳はどうだ。食感が実に印象的です。うん、なかなか悪くないと思いますよ。思ったより満足してるんだな。オイラは他にもっといい食材があったような気がしたけど。味を気にしているのですか。当たり前だぞ。美味しい料理を食べて、うまい飲み物を飲む、生きる上で何よりも重要なことだと思うぞ。ええ、その通りです。私もそれらを楽しむことができたらどれほどいいことか。そうかもしれません。ですが人の時間には限りがあります。あまり寛容でないことに時間を割くことは私にとって心の緩みに過ぎず、当然ながら重要視できません。公の場に出る際は妹が代わりになってくれたり、警視のトーマが火星を処理してくれたりと、私は大変恵まれていますがね。けど今はただ時間を潰してるだけだろ。何もあれこれ考える必要はないと思うけど。そうでもありません。場所を変えて詳しくお話ししましょう。柊木家を出てから一つ気づいたことがあります。些細なことなのですが、婚礼に対する彼らの考えを知りたかったので、さりげなく聞いてみました。するとすぐさま、柊木家の刑事は自分たちにとっても喜ばしい出来事であると答えました。しかし実際はその逆です。え？どういうことだ。柊木慎介様はまだ牢の中。今や勘定奉行はおそらく三奉行の中で最も不安定な存在でしょう。今の柊木家の柱は柊木千里です。しかし彼女は嫁ぐことを選んだ。もし私が柊木家を補佐する一族であれば、きっと将来が不安で仕方ないでしょう。それでも彼らは心配するどころか純粋にお祝い事だと思っています。彼らは皆聡明な方々です。これくらいのことは想定できるはず。おそらく部外者の前で家の内情を話したくなかったのでしょう。しかし彼らの言葉はあまりにも筋が通っていません。よく見張っておいてください、ひさし。はっ。うわー、どこから出てきたんだ。彼は私が最も信頼を置く週末版の一人です。私たちの後をつけ、ずっと密かに守ってくれていました。当主様、当然のことをしたまでです。あそこにいた者たちから目を離さないでください。はっ。では早速任務へ向かいます。おっと、そうでした。先ほど私が飲んだ牛乳をトーマにも一本買ってあげてください。かしこまりました。
込まれるなんて。神里様、ヒイラギ様の応対が終わりましたので中庭でお待ちしております。ご苦労様です。さあ、ヒイラギ千里に会いに行きましょう。